はい、こんにちは。改めまして、先ほどの登山道の入り口からこの斜面を案内板に沿って登ってます。とりあえずはまあある程度の道があって、ここの峠に向かってこの斜面を登っていくんだと思います。ここ行きます。はい、いわきの入り口にあった、そもそもなんですけども、今日は上郡アルプスいわき登山口から登っております。このいわきにある登山口はですね、このいわき、赤松も含めてなのかな、こちらの集落と、この大張峠と思うんですけど、そこを越えたところの船坂 A の結局山越えの峠道みたいな感じで、この今歩かせてもらってる道がそういう風に使われていたそうです。でこっちへ降りていく、大聖寺山城跡登山道っていうんですけど、こっち行く道と昔のその峠越えの連絡通路みたいな感じですね、そういうような感じで使われていた道を今いわき川から登ってきて、今日は三角点できたら2つ獲得したいと思ってます。ここがその主要交差点になる場所ですね。はい、いわき下山道、失礼します。こちらが大聖寺山城跡、道行きまして、こちらが火事、火事、これまあ頬張峠、ここ頬張峠で、こちらだったら火事っていう三角点があるので、とりあえずまず1回目は一発目はそこへ、そこを目指して歩いていきたいと思います。で現在その火事っていう三角点に向かっていって、東の方向に向かって歩いていってます。ということでこっちはまあ南っていうか西ぐらいになるんですけど、船坂の集落が見えてます。ちょうど船坂の岩井神社とか、ぶどう園のあたりかな、あのビニールハウス見えとるのがぶどう園ですね。その向こうが野菜しょっての方のハウスであったりで、こちらに今東になるんかな、一応まっすぐにした東かな、向かって歩いていってます。はい、結構好きな岩場、これが多分一本松かなんかなのかな。だからね、ここを通った動画も多分あるとは思うんですけど、あ、こっちもこれいわきの方ですね。池が見えるかな、池があります。で次目指すのがあっちのいわき山、とりあえずこっちに今向かって歩いていってます。はい、この頂上にあるのがそうだと思います。あったかい服を一枚脱ぎました。船谷山、上郡アルプスの登山会の方が設置してくれている看板には船谷山と、この池のある谷がこれ船谷になるんかな。はい、もうちょっと向こうか、ここかと思ってたけど、はい、もうちょっと西へ向かって歩んでいきます。もう一回登り返すんかな。
こういう道結構好きです。折れてるね。はい。はい。もうここら辺にあると思います。今日はあったかい。めちゃくちゃあったかい。あれがそうかな。ちょっとカメラ切り替えます。こんにちは。はい。案内板がたくさんあります。梶山三角点、こちらですね。上郡アルプス縦走路のコースはこっちなんですね。こっち行くところですか。で、この山の ですね、こちらのここですね。こう来てこちらに戻れば大鳥山で、この三角点を起点にしてこちらへ向かいますね。案内板などもしっかり設置されています。はい、一発目の今日の目的地はここです。はい、この梶っていう三角点なんですけど、ちょっと聞いたことがあって、そのいわきの谷に梶っていう集落があるんですけど、そこで昔その刀の梶の作業を請け負っていた関係から、その梶っていう地名がそのいわきの下のところについたらしいです。いっぺん何かの動画で話したことあるかもしれない、あると思うんですけど、千種高原にある精錬所っていうかな、刀のその材料なんかを作る、なんか知らんけど材料を作る、取れたとこあるんですけど、そこの材料を取って、まあ、材料をずっと運んできて、そのいろんな場所でその要は細かい作業をして、今度備前の長船へ持って行って、長船でその刀を仕上げる、そのまあ途中作業というか、そういうのを背負ったところがそこの梶っていうところにあるらしなるそうです。でまあまあいろんなこういう山道とかを通って、その千種の高原のそのたたらで取れたその材料、たたらの材料を運んで、いろんな場所でその精錬するなり、いろんな、まあ、今までいう内職的な作業なんかな、そういうのをして、また備前の長船の方へこう運んでいって、一本の刀にするみたいな感じの作業の工程があった場所の中継点で、この梶っていう名前があるっていうのを聞いたことがあります。じゃあ今度またもう一回、西、真西ではないんやけど、西へ戻って、ちょっとな時間が分からないですけども、いわき山へ行くか、大成寺山城へ行くか、ちょっと行ってみたいと思います。